とりあえず、あ、カードヒーロー続きやっていきます。まあ、戦えばいいんじゃないかな、みちょ、バトル相手が待っているよ。うん。奥行けってこと？あ、出ちゃうじゃん。先に進まないんだけど。あ、クラマークラブの決まり事が書か、などが書かれた紙が貼ってあります。へえ。え、どこ行けばいいんだ。アミちゃんとてっきり戦うもんだと思っていたんですが、あ、お金もらっとくか、とりあえず。おお、勘弁してくださいよ。他にもお客さんがいるんだから。客に向かって失礼だじゃん。あれだけ売ってもらうじゃん。あ、ひろし君、君からも何とか言ってくれよ。トトリで、お前はクラブクラブのメンバーだのじゃん。カードが買えなくて困ってるでしょ。いや、別にそれほどでもないです。そんなはずないでしょ。困ってくれないけど、こっちは困るでしょ。僕たんたちは、お前らの邪魔する秘密組織に超風なんでしょ。なぜ邪魔するかというと、僕たまわかんないでしょ。でも親便が言ってるから、きっと重大意味があるんでしょ。買い占めをやめてほしかったら、攻撃来るんでしょ。怪しい洞窟。あんだけ立派な設備作ってんのか。今から来るかじょ。あ、うん、行くわ。軽いな。いやー、よく来たじゃん。勇気できない、褒めてやるじゃん。これから僕たんとバトルするんだじゃん。お前が勝ったら会社もやめてやるじゃん。おまけに僕たんのから行くから、お前が持ってないカード、親切。なぜ悪者がそんなサービスまでするんだろうって、変に思ってるな、じゃん。僕たんが負けるわけないから、からかっているんだじゃん。いやー、でも、約束は守るじゃん。ただ準備しろじゃん。ナメップってやつですね。はい、行きましょう。早速バトルだじゃん。じゃんけんなんかしないじゃん。僕たんの先行だじゃん。そう、決まっている。はい。強いんだじゃん、デッキ。サムネイルもさ、こっちのデフォルメ、あの、等身の方が可愛い顔してるんだけど。まあ、この、すごいね、モンスターだけっていう手札面白いね。僕たちの勝利決まってるでしょ。BGM が変わってる。どうしよっか。ウォーター煮出しでもいいような気もするけど。まあ、タコッキーさんでいいか。後ろが、この子二等身か。思ったけど。てか、二等身って顔のがでかいんだけど。どうするか。とりあえず、まあ、縦に、あ、ヤンバルも来たな。まあ、縦にウォーター出すでしょ。でも相手の攻撃狙うんだったらここもウォーターなんだよね。あ、HP5 あんのか、初めから。じゃあウォーターでもいいのか。ただね、どうしようかな。タコッキリか。で、ヤンパル置いとくか。ガンターさんちょっと石使っちゃうから、まあ序盤にあんまり石を使いたくないから、ちょっとウォーターさんも1枚で。ターンやと。これもあれかな、出来がいいから何でもありだじょう。なんだっけ、あ、なんだっけない、うん、レベル上げるやつだよね、あいつね。で、右はなんだっけ、ラッキーみたいな感じのさ、あのやつ、ラッキーみたいなんだっけ。ヤンバル狙い撃ちしてえな。ラッキーだった、惜しかったね。まあ、ここは縦にビャーっていくっしょ。銀次か、そうか、かっこいいやつね。パンチ、買い投げ。買い投げはどこにも飛ぶんだっけ。それはちょっと困るな。どこにでも飛ぶ？あんまセレクト押したくないんだけど。
離れた場所にいる相手にも届くぞ。だけど、多分後ろには来ないよね。減るまっすぐか。ああ、なるほどね。あ、貫通か。誰か、ただし相手に誰かがいるとそこで止まってしまう。直線上まだ、直線上ならどこでも届くか。あ、パワー、あ、なるほどね。前にいる分にはいいから、じゃなきゃ強いもんね。どこにでも飛ぶにって強すぎるもんね。じゃあこれでターンエンド。だからウォーターがちゃんと盾になってくれてるから大丈夫だね。あ、ルージュ。これ3戦なのかな ?1 戦なのかな?でも普通のあれだから1戦な気もするよね。ボディアタック。あ、やられるな、これもしかして。5を削られてしまったな。あ、困りますね、それ。ラッティ倒せなかったな。ちょっときついな、これな。バズーカ。2だから後ろのルージュとかも狙いに行けないんだよな。あいつがレベルアップさせちゃうんだよね。銀次が強えぞ。あ、そうか、クロロはまだ蹴り上げるやのか。いや、ちょっと怒ったか。ターンエンド。HP6 はどうかな?結構辛いぜ。パンパカパン!え、ラッティってまだ上があんの?メガラッティがある。ドラッティさん、さらに上がある。おお、ミラクルパンチ。痛え。いや、痛いよこれマジで。うわ、どうしよう。なんとか倒せるか。なんとか倒せそうだな。怖えな。バズーカ。そっか、ラッティさんも上がいたか。あれよ、 HP あと2しかねえ。タコッケーさんが やられる気がするけど、しょうがない。あっ、ねえ、なんでモンスターしか来ないのこっち。もう前回そんな魔法抜いたっけ。焦ってるお前の顔はバカみたいでしょう。なんだっけ、怖いりさんか。まずいぜ。ああ、こう、そう、それがね、こ、嫌だなって思ったんで今。あ、ルージュで来るんだ。コエルさんのレベルが、あ、でもルージュこれ誰か2上がっちゃうのか。
あ、衝撃波届くのね。はいはい。どうすか。ヤンバルをそのまんま、まあこいつはこのまんま倒せばいいっしょ。はいよ。んで、まあ、吹き飛ばしでちょっとガンダーさんそのまま行ってもらおうか。あっ、ちょっとあのルージュ倒すわ。マジでモンスターしか来ねえけど。3台引けば勝てる？いや勝てないか。石が足りねえ。切り裂く。パワーダウン。あ、いや、じゃあ場を整えるしかできないか。あれがね、前衛だとねきついんだよね。前衛だときついんだよねっていうか、まあ、前衛なんだろうけど。あ、パワーアップがあるじゃん。とりあえず移動させて、これさ吹き飛ばしだと1でしょ。じゃあパワーアップでさ無理やり怖いさん倒しに行くか。あれなんだっけ、聞くどっち聞くんだっけこれ。ちょっと待って、手札を使う。あ、そうか、使えないのか。あ、別にいいのか。普通にそのままプレイヤーにダイレクトアタックすればいいんじゃん。ね。2削れるんだもんね、これでね。で、こっちは3体。え！で、太田はパワーを貯める。ラッティー。で、ウォーターがやられてもガンターが生きていれば大丈夫だね。やっとあれだね、魔法来たね。いや、ぴったりだったな。パンチ。これでまた上になったらどうしよう。怖え。オッケー。やっぱりモンスターまみれだな。あ、モンスターが来てるからまあいいんだけどさ、場がね減らないから助かります。オッケー。お前なんかずるしたな。ジョー、何もらうか。今怖いさんもらってもしょうがない気がするんだよな。おかしいじゃん、ボクタンが負けたんでしょ。負けたでしょ。約束だから買い占めはやめてるじゃん。カード1枚よこせよ、お前。カードよこせという顔で睨んでるじゃん。覚えていたのはじゃあ仕方ないじゃん。あ、くれるんだ。やった。え、待って、いっぱい入ってね。ドラッキー、ラッキー、あ、ヤンバルとかもらえない。バーサークパワー、銀次、コワイル、ルースター。これ何、ちょっと待って。HP がいっぱいの時チューッとするとフィールドから消える。チューッと1体に1ダメージ与えた後チュートロは HP が1回復するが、
HP が減ってないと消えなくなっちゃうんだって。へえ。俺的には欲しいのは銀次かな。リュースター倒れると全ての準備中のものを登場させる。あ、君ウェイクアップなんだ。へえ。ウェイクアップ内蔵してるんだ、すごいね。あっかんべ。あれ止まった。あんまりだからセレクトしたくないんでね、止まるんで。マスター相手に使うと結構効果がありそうだぞ。本当か。あっかんべしたものをあっかんべされたものが攻撃できる状態ならそれに狙うことしかできない。なんだって。星4だって。まあ HP、攻撃力が低いやつに使えばそいつは、主人公というかそのプレイヤーにしか攻撃できなくなるから防げるよってことだよね。一応ね、銀次かコワイルだと思うんだよね。どっちかな。銀次かな、進化させられるんだったら。倒れるとハッピーになるぞ。銀次を悪者がまた後でデッキに言おう。やったんじゃないぞ、捉えたんでしょ。身につけるでしょ、覚えてるでしょ。まあ、ある意味間違ってはいないな。あ、帰ってきた。ひろしくん、マルキ屋で買い物が、マルキ屋で買い物ができるようになったよ。いや、それよりも賞金でしょ、まず。強いじゃないか、強いじゃないか。ピピピ。壊れちゃったのかしら。元から壊れてるような気がする。デッキ。いや、怖いさんがさ、あ、ポポンカーか。相変わらず目がいってんね。クロロでも最終手段に割と使えるんだけどな。じゃあタコ K 入れて銀次かな。ただスーパーカードもっと入れてもいい気がするんだけどさ。だからそれ用に、あ、モモノスケも1個入れる。ねえ、モモノスケも1個入れるのもありか。いやーでもな、個人的にあんまりボブノスケのあの反動ダメージが好きじゃないんだよな。第2弾買いに行くか。いやいやして買い占めする連中が来なかったよ。よかったね。軽い。僕が悪者に勝ったらみんな喜んでくれた。なんだかちょっとだけ自分が角、あ、角、まさるくんって角なんだ。名前がね、上の名字出てなかったね。ヒーローになったような気持ちになって僕は嬉しかった。それは今日はカードヒーローの法則で見る。買い物させてくれ。後で戻ってくるんだよ。君は優勝賞金。お、来た来た来た。それよ。おお、スピードロイドベーゴマックスが。ポリゴマは何になるんだっけ。あ、普通にレベル2を倒すから普通に上がれねえ。ちょい、エルゴマ。エルゴマエグいよな。だから HP 高っ。効果もいいな。出ろ出ろ、お前の手札はもうね、勝負は決まったぜ。相変わらず、相変わらず甘いね、マサル。出ろ出ろ。お前は私がマジカルマサルだとまだ気づいてるんだ。浮かさったな、マサル。また新しいやつが、スーパーカードに引き続き、マジカルマスターっていう、なんかよく、これがマスターアタックだ。マスターが攻撃できるようになるってこと ?2 回攻撃してるけど。そしてこれがマジカルマスターのみに許された命令。追放だ。え、ペナルティー、うん、自分の仲間になぜ。そしてこれがブラックマスターの最強マジック、第一の怒りだ。なんだと。第一の怒りって普通にマジックカードだったでしょ。全体ダメージでしょ。威力上がんのかな。全体3か。へえ、すげえ。これがマジカルマスターの力なのか。味方を受け入れ捧げたのはどうしたんだろうね。この技からな、よく見るがいい、マサル。マスター進化かな。また見てね、いいところ。いや、すごかったね、マジカルマスター。実はあの話に登場したマジカルマスターカードは、発売されるかどうかまだわかんない。
南天堂としては前向きに発売検討中らしいという噂もあれば、あれはアニメだけのもので商品化しないかもという噂もあるんだ。実際のところどうなんだろうね。おっと、それよりもチャンピオン優勝商品を渡さなくちゃ。さあどれにする。わーい、何もドガンター、ドガンターが2枚入ってるって言ってて、トラッティ、トラッティが2枚入ってるって言ってて、なんで、なんかちょっとしょぼかったな。あー、どうすっかな。どれでもいいよね、正直ね。ガンター結構かっこいいよな。あ、飛んじゃった。ちょっと待って。よしよし。ドカンと一発やってみようぜ。なんかあったね、そういうね。コワイル持ってっかな。ワイルダー持ってるけどさ、コワイルがいないんだよな。あ、ぶった切りが強くなるだけなのか。ワイルダーも微妙だな。ラッティで買い投げ。なんかどれもなんかちょっとあれだな。光栄欲しいか、ガンターっすか。ドガンターさん、よかったね。実はそのカードはクラマさんが見つけて買ってきてくれたんだよ。ずいぶん遠くまで探しに行ったようだね。いやー、クラマさんって本当にいい人だね。はじめっからちゃんと優勝け。バカ者が負けてしまうとは情けないやつだ。トシオくん、名前がよ、おやびごめんだじょ。でもあいつ結構強いじょ。ね、トシオくんってこれ名前出てた？あ、出てたな。言った記憶があるわ、俺。あの、カブトムシとカエルとなんかだよね。光る石と、って言ってたわ。いつか痛み合わせてやらねばならないな。楽しみが増えたぞ。いいよ。これお前も終わるな。いいごめんじょ。クラマさんのようにいい人もいればひどい人間もいる。これが現実ってもんだよ、ヒロシくん。それな。とりあえず第2弾買うわ。あ、シングルカード。マジックカード、悪魔の出す。怖い。あ、怖いの買えるじゃん。お金がないんだよな。これまだあと2つぐらいあるよね。マジカルワールド、マジカルワールド全然持ってないからさ。あ、ラッティ出たわ。あ、リーチ。ラッティ3枚だとなんかあるでしょ。あん、なんか言ってたよね。もう一個買えるとか言ってたね。つらい。ないです。とりあえずドガンダー入れるか。スーパーカードたくさん入れてやろうぜ。で、ガンターは、あ、ガンターそんなにいないのか。結構抜くか。ドガンダー。で、ヤンバルさんの方が正直入れたいから、あーん、どうすっかな。ガンターやっぱ荷積みしたいよね。じゃあヤンバルさん、まあ、君 HP3 だからな。ちょっと心もとないから、これで